山崎正義です。岡田マリアです。はい、今日5月4日、はい、緑の日です。緑といえばエコを象徴するカラーでございまして、僕たち2人はこれからエコロジーを意識したおそらく史上初のチャレンジに挑みます。そうなんです。それは太陽エネルギーを貯めた自給自足の電力のみを使っておよそ2時間の番組すべてを放送するというチャレンジです。そうなんですよね。だからもし電気使い切ってしまったら、そうそう、この放送が止まってしまうかもしれない。本当に、そんなドキドキをですね、僕たちと一緒に味わいながら最後までお付き合いください。お願いします。 J-WAVE スペシャル積水ハイム Do It Yourself。 今私たちは千葉県印西市にあります積水ハイムのソーラー搭載住宅新スマートハイムのリビングルームにいます。今日は電気の自給自足を実現してくれるこの家から番組タイトルにもなっているDIY をテーマにした楽しいホームパーティーの模様を皆さんにお届けします。もちろん正義さんの弾き語り、そして料理自慢のゲストや私たち2人の Do It Yourself についてもご紹介いたします。はい、ラジオを聴きの皆さんもパーティーに参加している気分で聞いてもらえると嬉しいですね。はい、改めまして岡田マリアです。山崎正義です。私たちがいる新スマートハイムはこれからの時代のための進化した住宅なんですね。うん、ここで暮らす人の可能性を大きく広げてくれます。そうですね、はい、自給自足の生活っていうと大体その田舎においてとか、なんかちょっとこう、ね、こう都会からちょっと離れたあれですけど、もう電気までその自給自足できるっていうのはなんか驚きなんですけれどもね。本当にそうですよね。うん、そしてここすごくいい場所ですよね。空も広くて、そうです、公園とか芝生も広々としていて、ね、かなりね今日はね太陽溜め込んでると思いますよ。そうですよね、本当に天気良くて良かったです。うん、本当です。はい、積水ハイムのスマートハウススマートハイムは自然エネルギーを効率よく使えて住宅性能をより高度化した作りになっているんですね。太陽光による発電というのは天候だったり季節に左右されてしまい、特に夜間はどうしても電力会社から電気を買わなければいけません。でもスマートハイムでは昼間に作った電気を貯めておけて夜にそれを使うことができるんですよね。それでも電気が足りない時だけ買うようにすることで電力の自給率を高めることができるんです。はい、この番組の放送のための電力とですね、これからのホームパーティーに使う電力ですね、昼間にソーラーで作り出した電気を電気自動車のリーフに貯めてあるもので賄っているんですよね。そうなんです。うん、ちなみにですね、今の電力量は、20.2kWh、88% 残ってるっていう、残ってるってことですね。うんうんうん、昼間の。そうですね、だから、まあ、時間的に今大丈夫かな、いけるかな。最後まで放送で、ね、でもこれからこう弾き語りもあったり、まあ、あのリビングルームにももうすでに ね、ギターとキーボードとあって、でもそんなことやってるうちにいきなり一気にこう歌ったらなんかあの、減るとかそういうことはないんでしょうか、わからないですけど、ね、ちょっとまだまだ時間、ね、ありますからドキドキですけれども、自給自足史上初のチャレンジ、皆さんもどうぞお付き合いください。はい、ところで正義さん、はい、コールドプレスジュースって耳にしたことありますか？いや、初めて耳にしますけれども、どういうことなんですか？いや、まあプレス、そうですね、最近こう健康に気遣う女性を中心に注目されていて、都内でも結構コールドプレスジュースのスタンドを見かけるようになったんですが、今日はですね、はい、このリビングルームで、私岡田マリアが正義さんに召し上がっていただこうと思ってるんです。はい、あ、そうなんですか。そうなんです、はい、家では普段は普通のジューサーでスムージーとかを作ったりするんですけれども、この、コールドプレスジュースはスロージューサーと呼ばれているタイプで作るものなので、こうすると摩擦だったり、はいはいはい、熱で失われやすい野菜や果物の栄養素が守れると言われているんですよね。なので今日はですね、そう、ブルーベリーとチェリー、それからゴールドキーウィ、マンゴー、にプラスしてサラダほうれん草をチョイスしてみました。大丈夫ですか、それ？きっと美味しいです。朝ちゃんと作ってきたんですけど。あ、そうなんですか。そう、はい、でもこの、コールドプレスジュースにはお水とか牛乳、豆乳などを入れないので、あ、そうか、本当に野菜だけの水分でできるジュースということなので、こうフルーツのビタミンたっぷりプラス鉄分なね、ジュースを。ちょっと不安そうな顔してます。いや、大丈夫です。本当鉄分、今のね働きすぎのね現代人には鉄分が足りない、ね、そうです、男女問わずね、怒りっぽくなってると思います、はい、あれカルシウムか
ね、じゃあクラクラしないためにもね、はい、これから気持ちいい夏もやってきますし、作っていきたいと思います、はい、はい、出来上がりました、はいはい、マリア特製4つの果実とスピナッチのミックスジュース、うん、ちょっとおしゃれにいってみましたが、うん、はいはい、色が色匂いはいいんですよ。そうなんです。それから想像できない色です。だからこうね、こういうの、まあでも療薬口に逃がしてよく言いますけども、うんうん、あのちょっと家でね作った時はもっとパープルだったんです。あ、そうですか。でもあの今日今ここで作った時には、まあ、鉄が足りないってね、うん、おっしゃってたのでほうれん草多めに入れました。いきますよ、どうぞ、うん、率直な感想を。美味しいです。お、あの、え、マンゴーですよね。そうなんですよ。バナナじゃないんですか。バナナじゃないです、マンゴーにしました。旬なんですよね、うん、これからね、うん、あ、でもこれいいかもしれないですね、こういうの、うん、やっぱりあのなんか飲んでみます、うん、この色はすごいですよね、これ。これあの皮ごとすりつぶしたパンプキンの色ですよね、うんうん、そうですね。これなんて言うんですかね、これこの色の物事は。あ、でも美味しいじゃないですか。美味しいですね、うん、でも美味しいです、本当に本当に素材の味がしますよね、うん、はい、はい、よかった。ちなみにこのジューサーの電力使って、うん、電力量気になりますけれども、うん、お、83% に減ってますね。あ、そうですね、まあ、撮影もしていますからね、はい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 、それでも結構使ってるので、うんうん、はい、そうですね、うん、5% 減りましたが、うん、なかなかまあでもちょっとドキドキですね、やっぱこのパーセンテージが出るっていうのは。ね、そうですね、いやなかなかいいですよあれ、ね、キッチンにゆっくりね回って、うん、僕なんか結構こらえ性がないんで、ええ、おっそって思いましたけど。回ってるのがね、でもザーってできたらまああれですけどっていうのもありましたけど、でも美味しいです、ね、水分とそれからそう分離するんですね、繊維がね、繊維がね、うん、その繊維もまたね、先ほど正義さんも言ってましたけれども、うん、ジャムを作ったりとか、うんうん、何かこう違った使い方ができそうですよね。そうですね、できそうですね、カレーに入れたりとかもできそうです、ですね、うん、時刻は6時32分です。だんだんね日も暮れてきましたが、はい、ここで本日最初のゲストをご紹介しましょう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お名前をお願いします。お名前はですね、通りすがりのデブです。何を言ってるんですか。パラダイス山本さんです、はい、こんばんは、どうもご無沙汰ですね。それなんですよ、だから、実はですね、パラダイス山本さん、実は年1回サンタクロースになるんですよね。年に1回っていうかもう年がら年中実はサンタ、サンタクロースそうなんですよ。で10年前に、あの映画をやった時に、8月のクリスマスっていう映画をやった時に、それの舞台挨拶の時に来られてたんですけども、サンタの格好してるから、あの実際ほほほほしかそう言ってなかったんですよね。まともに会話してなかったしてないですね。あの時はそうなんですよ、サンタがやってきたっていう感じだ、はい、あの時に中じゃないわ、サンタだった。そうですよね。まあまたサンタにならなきゃいけないんですけども、今日はでも何しにここへ来たのかっていうと、ね、でも本当にパラダイス山本さん、ね、数々の肩書きの持ち主で、プロフィール紹介してもよろしいでしょうか。多分時間がないんでもう端折っちゃいましょう。いやすごいんで言いたいですね、カーデザイナーを経て東京パノラママンボボーイズを結成、ミュージシャンとしてメジャーデビューしました。そして現在は会員制の餃子の店ですよ、ね、会員制高級紳士餃子と言われてますけども、万魚園の園主のほか、入浴剤ソムリエ、万盆栽の家元、それは何なんだ、さらにグリーンランド国際サンタクロース協会公認サンタクロース、うん、熊本県天草の宝島親善大使など、うん、わけわかんないですね、この人すごいですね、うん、ちなみに今おいくつなんですか。ちなみにね、私今52ですね。おもうだいぶ年、もう半世紀、もう今人生下り坂真っ逆さま、何をしてるんですか、ええ、そして今夜はパラダイスさんにご自慢の餃子を焼いていただけるということで、先ほどからねずっとお庭で仕込んでらっしゃいましたけれども、風が強い中ありがとうございます。餃子吹っ飛ぶかなと思っちゃって今ね。ねえ、あのいい感じですよ、でもあ、そうです、あのソーラーエネルギーで餃子を焼くのがね、うん、なんかこれからの時代な感じがしてきました私。そうですか。いつもねなんかガスコンロとかに頼ってたんですけど、やっぱりね太陽のエネルギーで餃子が焼けるって、おはっきり言ってすごいことじゃないですか。それ本当にそうですよ ね、うん、IH クッカーを使って作っていただける、はい、うん、どんな餃子なんでしょうか。今日は、ね、ご覧いただけるのは、クリスピーフライドポーク、先月ちょっと新宿のある百貨店でですね、
大行列になったんですけど、あのお肉しか使ってない野菜ゼロ、お肉とスパイスだけのクリスピーフライドポーク、それに、あとはね海鮮アボカド餃子、アボカド入れましたか。アボカドが入ってるんですよ。エビの中にアボカドが入って、それがさらに皮で包まれてるってことです、ね、美味しいやつが、ますます楽しみ、楽しみですね、はい、なってまいりましたけれども、はい、ではこの後も餃子の準備をよろしくお願いいたします。ミュージシャンとして呼んでくれなかったですね。悲しい本当に。いい匂いですね。パラダイス山本さんの特製餃子2つ完成しました。はい、これは先ほど言ったようにポーク 100% のクリスピーフライドポーク、それをね、それ行きたいと思います。ちょっと柚子胡椒を少しつけて、柚子胡椒ですね、多めで取ってますね、うん、ちょっと取りました、うん、はい、はい、あ、いい音、うん、クリスピーな音がしてますね。温厚さん足してくれてますか、うん、これいい感じだな。あの本当にあのあれ、何ですかね、で餃子じゃない、餃子って感じじゃなくて、そうですか、なんかもうオリジナルの、あ、よく皆さんにそう言われます、うん、はい、またこうこんがりきつね色でね、これはビールに合うでしょう、でしょうね、すいません、ビールお願いします。お願いします、はい、そしてもう一つはこれもまたユニークですよ、エビのおっぽがね、はい、出ている、ピョッと出たやつね、はい、ちょっと小籠包っぽいというか、はい、うんうんうん、これもぜひ召し上がってみてください。はい、行きますよ、はい、私も食べようかな、どうぞ。今入りました。今エビの尻尾が正義さんの口の中に吸い込まれていきました。あ、マリアさんも、うんうんうん、あ、エビが、あ、うん、あ、エビがこれはこれうまい、美味しいですか。僕こんな餃子食べたの初めてですね。あ、美味しい。これなんて言うんだろう、これ中華のなんか新しい、そうですか、うん、メニューといった感じしますね。ちょっと隠し味に17種類の漢方薬が入ってるんですよ、うん、そんなに入れてるんですか。隠してないじゃないですか、17種類17種類なんですけど、バレてるんだ。ちょっとね、高価な栄養ドリンクを少し垂らしてるんですよ、あの中に、うん、1本2000円するやつを、まさかオットピンとかそういうやつじゃないですか。ね、多分その隣の隣ぐらいに普通の薬局では、ね、なかなか手に入れないんですよ。で、あの歌舞伎町の入り口の薬局とかですね、それとやっぱりこうニンニクとニラと、それで、もう言ってみたら需要競争、実はね、私の餃子ってニンニク一切入ってないんですよ。これ入ってないんですか。入ってないですか。そう、それを言っておけば屋内で調理させてもらえたのかなーなんて。これ入ってないんだ。入ってないんです。アボカドがまたこのエビとの相性抜群ですね。そうですか、うん、エビアボカドとかってよく回転寿司のネタにもありますけど、もうこれやったのももう10年以上前ですからね。さすが第一人者。どうですか、はい、いやー、やっぱりあのなんかなんていうんですかね、早くにこういうことをね、やっぱりやられてて、あ、ちなみにですね、あの山本さん番組開始からずっと外で餃子焼いていたんで、ここまでのね、電気を一番多く使っていたのは IH クッキングヒーターやった。そうだったんですね。私が悪者みたいじゃないですか。とんでもないです。残り 72%。 あ、まあやっぱり電気はちょっと食いますけどね。あの玄関の前に止まってる車から本当にこれ取ってやってるんですね。みたいですね。ありえないなと思いながら、すいません、いっぱい使わせていただきました。いや、こんなに美味しい餃子をごちそうになっちゃって、ありがとうございます。まだね、この後ちょっとデザート餃子とか作ろうと思ってますんでね、ぜひ召し上がってください。山崎雅義さんと私岡田マリアが千葉県印西市にある新スマートハイムのリビングルームから太陽エネルギーを使って自給自足でお届けしています、はい、いい響きですよね、自給自足でお届け中、すごいですね、1時間経って7時1分になっていますけれども、うん、ではそろそろ雅義さんのですね DIY エピソードを聞かせていただきたいんですが、そうですね、あの意味的には最近あの DIY ってあの結構そのなんて女性でも、あのこう工具を使ったりとか、まあ、あのちょっと安い廃材というかその木とか、うんうん、そういうのでやるっていう、僕のって実はですね、僕やってんの結構木から選びに行くんですよ。木から、うん、へえ。でちょっとその住んでるところにちょっとこのキッチンにあのこれが必要やねって言って、まあ、奥さんとそういう話になったら、うんうんうん、それでその包丁スタンドとか、あと何ですかね、棚、はいはいはい、そういう
ものをですね、実際にそれに合う木は何だろうって言って木材屋に探しに行って、すごい本格的。そう、おお、今の手元に写真があるんですけれども、はい、この包丁スタンドも素晴らしい出来ですね。これ素晴らしい出来です。これ買いたいですよ。釘一つも使ってません。本当ですか。全部接着剤です。でもやっぱりこの木というものはね、はい、こう見た目とか、まあ、質感本当に重要でしょうから、うん、なんかやっぱりそこから選んで、そうなんですよ、 そうなんですよ、やっぱり木を扱う仕事なんで、結構ね、そう、家の家具とかも結構そのホワイトオークであったりとか、すごくなんていうんですかね、重厚感があるというか、無垢材とか、だから買いに行って僕もちょっと詳しくなりました、少し木。なるほどね、いやでも木に囲まれている生活とっても合いますよね。そうですか、うん、イメージ、この棚も、はい、もうこれ絶対検索してて出てきた、あ、これいいわ、ちょっと上質感あるなと思って私ポチッとします、はい、でもなかなか、うん、こういうのってサイズが決まってたりとかして、もうちょっとこのここに欲しいんやけどっていうのが、そうなんですよね、我が家のこの隙間に欲しい、そういうのも、オーダーメイドでお答えできますけどね、だから、まあ、奥様のリクエストは全部答えてらっしゃる羨ましい限りですけれどもね、日曜大工もう趣味というふうに聞きましたけれども、はい、いつ頃始めたんですか。これは最初始めたのはギターの置き場所に困って、でギタースタンドを作ったぐらいから、はいはい、だんだん工具を買い揃え始めて、もう最近はこう超えて、これ私物なんですよね。私物ですこれ。持ってきてくださって、今日スタッフの人に持ってきてくれという。ありがとうございます。なんかかっこいい。かっこいいですか。で、こういうカンナとか、こういうのでちょっと平面を出したりとかですね。あとはこれノギスっていうもんなんですけども、これも全部ご自宅から持ってきてくださったんですね。これこの幅どれぐらいだろう、はいはいはい、パッと出るっていう、測れる、測れたりと、穴の深さどれぐらいだろう、測れたり、すいません専門的すぎてちょっと、いやかっこいいです。何でも自分で作っちゃう人なんてね、本当に憧れますけれども、ギタースタンドの写真も、これギター何本あるんですか。それはエレキベース合わせて16連の、うん、こんなの売ってないですよね。売ってないです。これ僕必要に応じてご注文普通ね、うちにもありますけど、はい、5、6本ぐらいですか。です、ね、まあ 10本マックス。そうなんですよ、もうこれしか手ないなと思って、ちょっと増えてきたら、いや素敵です。本当に綺麗にギターが並んでいてね、ハーベストライブシードフォークススペシャル in 葛飾2014から One More Time, One More Chance 聞いていただきました。ライブならではの音、はい、感情が伝わってくる素晴らしい、ね、音源でしたね。そうですね、すごくあれなんですよ、いい音で最初、録音したライブだったんですけれども、で実際にこれCD になる予定じゃなかったんですが、そうなんですか、ハイレゾリューションでこの録音したもんですから、それのいわゆる機械がないと聞けないんですよね、で僕持ってないんで、私もないでハイレゾ音源ね、はい、なんで自分用にCD せえへんっていうそのちょっと贅沢な、やり方1枚、こちらのライブアルバムは今年でデビュー20周年を迎える正義さんの記念すべき2015年第1弾リリースでもあるということなんですけれども、はい、デビュー20周年、おめでとうございます。改めていかがですか、振り返ってみて早かったですか、それともいやたっぷりやったなって感じしますか。いやでも気づけばですね、気づけば、10年の時も思いましたけど、やっぱりそれでまあ、幸せなことにその途切れるとか、失踪するとかそういうことがなかったんで、ダメですよこれから先も失踪しないでくださいね、新聞の隅とかに、逃げるとかそういうのがなかったんでまあそういうところではやっぱりその幸せにやらせてもらってますね、はい、実は今年も、弦楽四重奏団と回るツアー山崎まさよしストリングカルテットハーベストが4月24日からスタートしてるんですよね、はい、はい、東京は5月8日の金曜日、上野の東京文化会館大ホール、はい、素晴らしい音響でも知られているホールですけれども、そうですね、はい、クラシックで使われるホールを今回ってまして、でやっぱりその響きだったりとかっていうのがすごくお客さん、だからお客さんも、うんうんうん、席とか
ちょっとこう絹ずれとかガサガサとかすごい聞こえるんですよ。あ、ステージ上にも、そういうホールで今やらさせていただいてますね。だからこそ小さな音もね、はい、ちゃんと全部聞こえてくるっていう良さがあるんでしょうね。そうです。みんな咳とかするの我慢しながらですねそういうライブですね。すごく緊張感もありますけど、まあ、それよりもまだちょっとこう、それよりもちょっとざっくばらんというか、 そこまでフォーマルにしなくて、ええ、カジュアルな感じでっていうふうには思ってるんですけど、まあ、時と場合によっては咳もしていい。いいですよ今 MC やから咳してください。咳してくださいセットリストはいかがですか？20周年を意識した内容になってますか？そうですね、それでやっぱり前回これでもまあやった時に、ええ、やっぱりミュージシャンというかカルテットの皆さんと、まあ、やってなんかすごく相性がいいっていうものをやっておりますね。なんで、まあ、20周年をそこまでは意識してないですけども、主要なものは外してないと思います、はい。まあ、昔の曲から今の曲、そうですね、まあ、カルテットでやって気持ちいいと感じる曲、ちょっとそういうのをやってますね、はい。ちなみに明日は新潟でライブがあると、はいはい、行ってきます。さらに夏には山崎まさよしプレゼンツオーガスタキャンプがあるんですね。そうなんですよ。17年目のオーガスタキャンプ、今年はまさよしさんの冠付きで、これいかがですか？責任重大といった感じですか？いやいや、まあこれはどうなんですかね、まあ、冠つけてつけたがるんです。そうなんですか？人ってあともうもうお前の名前出さんとあかんやろって今日高校20周年だし、それそういうふうに思ってます。 なのでもう僕そこに責任があったらもう僕もプレッシャーに弱いタイプなんでまあ、あんまりね考えないようにはしてますけど。会場横浜赤レンガ倉庫、ね、先ほどのワンモータイムワンモーチャンスの歌詞にも出てくる桜木町のすぐ近く、うん、はい、ですけれども、9月26日土曜日12時オープン2時スタート、はい、山崎まさよし in オーガスタキャンプ 2015 20th anniversary ということで、横浜赤レンガパークの野外特設ステージ、はい、外っていうのがまたいいですね、やはりね。そうですね、まあ、すごい、まあ、あとは心配なのは天候だけですけれども、でも秋でねちょうど秋晴れの気持ちいい頃だといいですよね。そうですね、今日みたいなのでもいい気持ちいいかもしれないですね。そうですね、今日みたいな天気だと、チケットは7月29日に発売になります。それではお待たせしました、はい、本日2人目のお客さんでございます。どうもこんばんは、トライスラトップス宇和田翔です、はい、いらっしゃいませ、はい、どうですか？どうも、うん、我が家のリビングルームへ、うん、なんかもうハイムですよね、やっぱね。ハイムですハイム感すごい出てますね。ハイム感出てるって具体的に何が出てるんですか？ね、いやいや、ここ来る途中からもうハイム感出まくりじゃないですか、うん、これ、まあね、近くにはショッピングモールがあってね、そうそう、これなかなか僕らが普段住んでるなんですか、うん、都心っていうか、とはやっぱ、まあ、随分こう何が違うって空が広いですよね。あ、それはありますね。超巨大じゃないですか、うん、今この夕暮れの時間、うん、さっき車でねちょっとここ向かってくる途中すごい良かったです。綺麗でしたか？でか綺麗ですよね、うん、で今ここに入ってきて、うん、すごくこのハイム安心しますね。ハイム、しかもハイムの中に、うん、正義さん、うん、これもう究極のこうリラックス環境ですね上げすぎ上げすぎですか？いやでも翔さんもはい、ベロアのジャケットがお似合いで、ぶっちゃけ暑いです。脱いでください。いや褒めていただいて嬉しいんですけど、ちょっとポール・マッカートニーの T シャツですね。中にはちょっとこれ一応ねこの間行ってきたばっかりなんで一応まあこれは外せないかなってことでね、うん、かっこいい。 ありがとうございます。脱いじゃいました。リラックスしていただいていろいろとトークしていきたいんですけれども、はい、今日はホームパーティー形式でお届けしてるんですけれども、ね、和田翔さんといえばお母様は料理家の平野レミさんなんですよね。あ、そうなんですよ。目の色が似てますよね、うん、これね目は、ええ、うちの親父の遺伝なんですよ。あ、そうなんですか？実はお母様じゃないんですね。じゃなくて、うんうん、うちの親父は純日本人にもかかわらず、ええ、なぜか家系が目が薄くってで僕もちょっと薄いんですけど弟もっと薄いです。ちょっとグレーがかってるっていうか、うん、それがまたこう神秘的で魅力的だなって。いや、そうなんですよ。そんなそんな本当に僕いつも言うんですけどね、このちょっとしたこのねワイルドなこのヒゲですか、ね、ヒゲと相まってなんか休日のキアヌリーブスみたいな顔してる。出た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 。そんな感じしますね。僕あっちじゃないですからねねえ、うん、
キアヌでも違う説もあるありますあります、まあ、こんな話はどうでもいいですよね、うんうんうん、ありがとうございます。ホームパーティー、ホームパーティー、はい、ホームパーティーですから ね、はい、どうですか和田家のホームパーティーは。やっぱりお母さんが料理されて当時、ええ、実家に住んでた頃、あ、まあ、子供の僕子供の頃はお客さんいつも家に来てたイメージありますね。やっぱり大人たちがたくさん来ては、で僕人見知りだったんで、ええ、もうすぐ自分 の、 あの2階の部屋にどん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 すぐ駆け上がって、うん、なるだけこう人と接さないように、接しないように、うん、そこでロックと出会って挨拶しなさい挨拶しなさいって言われてね、あ割と僕ねダメだったんですよ。だから割とこうそーっと分かんないように分かんないように自分の部屋戻ってっていうタイプでした僕は。なるほどね。今どうですかお料理、ま、ホームパーティーやります。ホームパーティーやんないですね。やらないですか。僕はいやいや憧れはありますよ当然ありますよね。やっぱこう、ね、あれじゃないです か、 なんかこうミュージシャンの先輩とかやってる人見ると、羨ましいなって。やっぱあれやっぱリーダーシップがある人じゃないと、うん、僕バンドの中ではリーダーシップ一応発揮してるつもりですけど、うん、普段全くちょっとそことは割とかけ離れてるんで、まあ、今日このね、はい、場をきっかけにホームパーティーを主催して、いやホームパーティーにしろ、うん、その Do it yourself にしろ、うん、こう朝吉さんもここの人はもうギターラック作っちゃいますからね。ね、素晴らしいですよね、あの作品。素晴らしいですよ、もう憧れですよ、うん、本当に。いやいや本当に、いや、まあ、必要に応じてですけどね、うんうん、なんか余計なもん作ったら怒られそうなんでね、うん、やっぱりねこれ必要だなっていうものが、はい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 、だからそういう時にやっぱりいいですよ、ね、工具があったら、うん、工具やっぱ、うんうん、工具のあの感じは好きですね、持ってないですけど、うん、いいですよね、憧れます。ちょっとブイーンって鳴らしてみます。ブイーンってやつね、あれ ね、うん、あれだって作れたらかっこいいですよね。ちょっとあんたあれ作ってなんて言われて、そうそう、ブイーン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 、いいよなんて言って、うん、ちょっとした棚とかね、そうですね、作れたら、ね、はい、今ねまさにあのポール・マッカートニーの T シャツ着てますけれども、うん、はい、ビートルズ大好きと、ビートルズ大好き来ました、はい、日本公演行かれましたか、ポール・マッカートニー。もちろんもちろんもちろんです、はい、90年からもう全部行ってる、毎回行ってるんで、はい、今回のステージはいかがでしたか。もう僕もうあのなんだろう、もう好きすぎて、うん、あの楽しめないです、もうなんていうかもうなんぶっちゃけなんていうんですか、ポールがちゃんとこう最高のコンサートができるように祈りながらこうエネルギーを送りながら見てる感じなんで、楽しめないですね、もうね。一緒にステージに立ってるような気持ちで、そうそう、そういう感じです、もう。なるほど、なるほど。うん、歌うし、もう終わると声が、ポールの声高いんですもん。だから普段出なくても、ポールと一緒に歌うと、結構つられてね、出るんですよね。そうそう。もう発声練習に発声練習になるっていう、はい、なるほどね、はいはいはい、今回も汗かいて一緒に歌って武道館行って言いましたよ、武道館。ポールにとってはビートルズ以来の武道館だったの で、うん、そうですよね、だから49年ぶり、そうですね、49年ぶり、うん、すごいですよね、本当に歴史的な瞬間に立ち会えて嬉しかったです。なるほどね、はい、J-WAVE Special 積水ハイム Do It YourselfDIY、 山崎雅義さんと私岡田マリアが約2時間にわたってここ千葉県印西市にある新スマートハイムのリビングルームから太陽エネルギーを使って自給自足でお届けしてきました、はい、ね、今回は20畳ちょっとのリビングでスタッフ込みで20人、はい、そうです、かなりね熱気が、はい、ありましたけれども、後半は冷房もオンにしたので、はい、こちらもねもちろん自給自足エネルギーで、うん、残り 66% 余裕じゃないですかですね、何の心配もない、何の心配もないですね、ね、よかったです。これであのいわゆるその新しいこの家のスタイルがこれでなんかあの実験がで証明できたってことですよね。そうですね、そのもうこれだけ音楽もたっぷりで光もたっぷりで美味しいものも食べて、うん、66% も残ってるわけなんですものね。そうですね、さああと数分最後まで、まあね、問題なく放送できそうですけれども、たくさんの DIY メールもありがとうございました、はい、パラダイス山本さん今日はね美味しい餃子、寒い中、寒くはなかったんですけれどもね風が強い中焼いていただきましてありがとうございます。そしてトライセラトプスの和田翔さん、素晴らしい歌演奏どうもありがとうございます。そして今日の模様はですね、なんと YouTube にアップするんです、うん、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください、はい、ここまでのお相手は岡田マリアと山崎雅之でした。 Have a great night! バイバイ! バイバイ! バイバイ!